はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、北海道を倍速で楽しむ方法ということで、幌延町にあるトナカイ牧場というのを紹介したいと思います。幌延町どの辺にあるかというと、稚内というですね、北海道の一番北にあるところがあるんですけれども、そこから40キロぐらい南にある町でして、で、札幌からだいたい片道270キロ、道道通ってルモイに抜けて、ルモイからオロロンラインを北に走ってだいたい4時間ぐらいで着きます。で、ここ珍しい、本当にトナカイしかいません。トナカイしかいないんですけど、50匹ぐらいいるんですかね。かなり可愛くてですね、特にこの鼻のところがかなりモフモフでですね、もうずっと触って結構癒されてるんですけれども、トナカイといえばサンタクロースなんですけれども、結構鹿と見た目は近くてですね、鹿よりは なぜかこう丸っこいというか、なんかちょっと可愛いんですよね。トナカイっていうのは調べてみると、北極圏を取り巻くですね、ユーラシア大陸、あと北アメリカ大陸等の北方圏に分布する鹿科の動物みたいですね。で、鹿の仲間でメスにも角があるのはトナカイだけらしいんです。オスは冬に、メスは春に角が落ちちゃうらしいです。確かにここのトナカイ牧場に行くと角結構落ちてたりとか、片方角がないトナカイとか結構いるんですけど、調べてみたら、そういう生態みたいですね。で、ここ50匹ぐらいトナカイいるんですけれども、結構自由に餌をやることできますし、餌200円で、1カップ分もらえます。結構広いので、一回餌買ってですね、餌追加で買いたいとなると、結構また歩いて結構な距離戻らなきゃいけないので、おすすめは最初にまとめて買っておくのがいいかなと。1人2カップ分ぐらい買っても結構楽しめるんじゃないか。1カップじゃちょっと少ない気がするんですよね。入場料はなんと無料です。お金かかりません。餌代だけしかかからないので、お財布にも優しい。こちら私まだやったことないんですけれども、冬の期間はですね、大人510円、小学生200円で、トナカイにソリを引いてもらえると、サンタのコスプレもできるそうです。かなり映えますよね。いつか行ってみたいなと思いますが、でもなかなかね、冬の期間に270キロ、結構オロロンラインから上はですね、吹雪いたりもするので、ゆとりを持っていかないといけないかな。あとかなり寒いと思うので、ハードルはかなり高いんですけれど、でも1回ぐらいは行ってみたいなと思います。あとレストランも併設されてまして、ここ結構混むんですよね。12時から1時の間にちょっと結構待たされたりとかっていうのもあるので、もしレストラン行かれる方は早めに入場した方が、入場する前にですね、ご飯を食べてからトナカイの餌をやった方が効率的なのかなと思います。特にこうアイガモを使ったラーメン、こちらなんですけれども、かなり美味しいんですよね。これも美味しいのでまた行こうかなと思ったりします。あとお土産コーナーにはですね、かわいそうなんですけれども、トナカイのソーセージなんてのも売ってたりとかですね、ちょっとお高かったんですけれども。あと4キロか5キロぐらい先にですね、豊富温泉というのがあってですね、こちらの動画でもご紹介してますけれども、オイル温泉ということで、日本でも珍しい温泉の中にこう油分が溶け出していてですね、お湯からこう灯油の匂いがするんですよね。かなり皮膚疾患に効果抜群でして、私の子供もジンマシンが治らなかったんですけれども、薬飲んでもですね、なかなか効かなかったんですが、こちらの温泉でもうバッチリ治ったということもあって、かなり好評で、また行きたいなと思うんですけども、なかなか豊富温泉遠いので、稚内まで行かなきゃいけないので、ギリギリ夏の期間だったらトナカイ牧場と豊富温泉セットにして、日帰りか、もしくは稚内を起点に1泊2日っていうのが望ましいのかなと思います。はい、ということで今日はトナカイ牧場についてご紹介してきましたけれども、北海道でおすすめのドライブルートとか、観光地ちょっとご紹介できればなと思ってですね、北海道を倍速で楽しむ方法ということで、いろんなスポットご紹介していければなと思いますので、こちらの再生リストも作ってますし、雪道運転とかの動画も上げてますので、ぜひチャンネル登録、あと高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。